ち込んでないで、元気出して。え、ねえ見てほら、あんなところにカブトムシ。え、本当だ。マニアのカブトムシ、すごい綺麗。初めて見る。あのカブトムシはこの辺りにしか生息していないのよ。宝石みたいで、とっても綺麗でしょ。私、小さい頃おばあちゃんの家に来てくれ、初めてあのカブトムシを見たの。あの美しさがずっと忘れられなくて、それでもっともっと美しい生き物と会ってみたいと思って昆虫博士になろうと思ったんだ。今思えば、とっても幼稚な動機よね。そんなことないよ。え？夏美ちゃんの夢はちっとも幼稚なんかじゃない。立派な夢だよ。ありがとう。そういえば、おばあちゃんが言ってたんだけど、あのカブトムシは自分の人生を楽しんでる人の前にしか姿を現さないんだって。自分の人生を楽しむ？そう、きっと私もタクト君も自分の人生を楽しめてるってことよ。それってとっても素敵なことよね。凛と立つのは空の青い。
それもあなたと過ごした知るし。